こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。今回は絶望的な強さを誇る裏ボス4戦ということで紹介していきたいと思います。今回の動画は以前実施したコミュニティアンケートでいただいたコメントを参考に紹介させていただきます。アンケートにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。また先日 YouTube に導入されましたハンドル機能の影響で、今回の動画からコメント紹介の際はお名前が表示されませんので、紹介された方はご自身のアイコンで把握いただければと思います。よろしくお願いします。 RPG やアクションゲームなどには物語の最後に立ちはだかるラスボスが存在し、主人公と熱い戦いを繰り広げますが、中には本編クリア後やとある条件を満たすことへ出現する裏ボスが存在します。裏ボスの定義は、通常のプレイでは戦うことができず、ゲームクリアや特定のアイテム入手など条件を満たすことへ登場する強大な敵とされており、シナリオ本編には関わりはなく、本編の途中もしくは寄り道エリアで出現するパターン。ラスボスを倒したかと思いきや、真の黒幕として登場する敵も裏ボスとして含まれ、隠しボスとも呼ばれています。この動画では多くのプレイヤーの心を折ってきた最強裏ボスを4キャラクター紹介していきます。ストーリーに関するネタバレ要素も含みますので、あらかじめご了承ください。それでは早速見ていきましょう。デジタルデビルサーガアバタールチューナー。2004年7月15日に発売された PS2 用ソフト、デジタルデビルサーガアバタールチューナー。アバタールチューナーはペルソナシリーズでおなじみのアトラスから発売された RPG で、同じアトラスから2003年に発売された新女神転生3ノクターンと並行して開発が進められていました。このアバタールチューナーも女神転生プロジェクトの一つとされていましたが、シリーズの続編でもスピンオフでもない完全新作として発売。新女神転生シリーズの悪魔合体や、敵として出現した悪魔をパーティーに加えることができる仲間システムを今作では廃止し、プレイキャラクターが自ら悪魔に変身し戦うスタイルを採用しています。煉獄の地ジャンクヤードでは、トライブと呼ばれる戦闘集団がニルバーナという楽園を目指し日々争っていました。主人公サーフは戦闘集団エンブリオンのリーダーで、敵トライブとの戦闘後に黒髪の少女セラを保護。彼女と共に舞い降りた謎の物体が発した光を受けて、サーフたちは自身を悪魔に変化させる能力、アバタールチューナーを手に入れたのです。そして今作アバタールチューナーにはラスボスの他に裏ボスが存在しており、2周目以降ソリッドの下テル地下最北にある扉を開けると登場してきます。その裏ボスの名はヒトシュラ。ヒトシュラとは同じアトラスから発売された RPG 新女神転生3ノクターンの主人公で、マガタマを飲み込み魔人のような姿となってしまったことからヒトシュラと呼ばれています。このヒトシュラはアトラス作品から参戦したゲストキャラで、他の仲間を引き連れ裏ボスとしてサーフたちの前に立ちはだかるのです。他のアトラス作品の主人公と戦える激アツ展開となったヒトシュラ戦ですが、このヒトシュラ、その力が圧倒的すぎて、初っ端からパーティーを全滅しにかかってくる最強裏ボスとして君臨。多くの方がコメントで挙げている通り、当時挫折してしまったプレイヤーが大量発生してしまうのです。このヒトシュラは全体即死攻撃を連発し、全く勝負にならないため、行動パターンの読みと味方の強化が必須なのですが、それでも勝てない強敵であることから、 RPG 最強ボスの話題になると必ず上がるキャラクターでもあります。もはや運ゲーと言われているこのヒトシュラ戦、倒したプレイヤーの中には嬉しすぎて泣いてしまったという人もいたそうです。キングダムハーツ。キングダムハーツは第1作目が2002年に発売された RPG。 今作の特徴は何といってもスクエアエニックスとディズニーのコラボ作品という点で、主人公ソラがディズニーに関連する様々なワールドを旅する RPG となっています。そんなキングダムハーツ1にはピーターパンに登場するネバーランドも収録されており、このネバーランドには強力な裏ボスが存在。その裏ボスの挑戦方法ですが、海賊船の船室にいるティンカーベルにピーターパンをパーティーに入れた状態で話しかけます。そうするとティンカーベルが時計塔に行きたがってる、どうすると聞かれるので、これで時計塔に行くと選択し、ピーターパンと飛びながら時計塔へと向かいます。そして時計塔を優雅に飛ぶ空の前に現れたのが今作の裏ボスであるファントム。ファントムは特に喋ることもなく、いきなり戦闘に突入します。
ティンカーベルに声をかけて何の前触れもなく裏ボスと戦闘ということで焦った方も多かったのではないでしょうか。ネバーランドの時計塔に住み着いているボスファントムはフード付きの青黒いマントを羽織ったハートレスで、マントの中はハート型のコアが浮かんでるだけで実体はありません。このファントムは他の敵と比べると倒し方がかなり特殊で、戦闘開始直後にまずは挨拶代わりの死の宣告を発動。時計が一周すると仲間が画面表記から消され強制離脱させられます。これは死の宣告が発動されたらすぐにストップ系の魔法を時計塔に放ち、離脱までの時間を遅らせることで対処。死の宣告は一人を離脱させたら次のパーティーメンバーにまたかけていき、最終的には空に死の宣告が発動してしまうと全員離脱でゲームオーバーとなってしまいます。ファントムへ攻撃を仕掛ける鍵となっているのがハート型のコアで、このコアが赤だとファイヤー系、青色はブリザード系、黄色はサンダー系の魔法、白は武器を使用した物理攻撃とコアの色で攻撃を分けなければダメージを与えることができません。なのでこれまではひたすらキーブレードを振りまくる脳筋プレイで突破してきたプレイヤーは特にこのファントムという存在に困惑したことでしょう。時計塔の死の宣告も気にしつつ、コアの色にも配慮して HP を大幅に削られる引っかき攻撃もかわしながらダメージを与えなくてはならないため、このファントムを倒すには慣れが必要になります。初見プレイで倒すのはなかなか厳しい裏ボスですが、攻略法がわかればなんとか倒すことができるはずです。その後発売されたキングダムハーツファイナルミックスではファントムのマントの色が変化。このファイナルミックスでは新たに最強裏ボスセフィロスが追加され、少しファントムの影が薄くなってしまいましたが、当時のキングダムハーツプレイヤーの多くが苦戦を強いられたシリーズ初期の裏ボスとして紹介させていただきました。龍が如く。セガが誇る大人気アクションゲーム龍が如く、東京神室町をメイン舞台とした極道の生き様を描いた物語は日本国内だけでなく海外でも絶賛されています。背中に彫られた竜の入れ墨と、かつて数々の伝説を残し堂島の竜と呼ばれている桐生一馬。これまで桐生一馬がメインとなって活躍したシリーズは竜が如く0から6までで、数多くの強敵が桐生一馬の前に立ちはだかっては散っていきました。しかしこの竜が如くシリーズにもプレイヤーから恐れられている裏ボスが存在するのです。その裏ボスとなるのがアモン一族。アモン一族とは龍が如くシリーズのサブイベントに登場する自称最強の暗殺集団。どのシリーズでも本編以外のサブミッションを一定条件まで進めると登場し、キリュウなどメインキャラクターの前に立ちはだかります。アモン一族は龍が如くや維新、ジャッジアイズなどといった外伝作品にも登場し、作品によってさまざまなアモンを名乗る人物が裏ボスとして登場しますが、全てアモン一族に関係のある人間です。アモン一族の外見的特徴はいずれも黒いサングラスを着用。戦闘能力は本編のラスボスたちをはるかに超え、主人公のステータスをマックスまで上げても倒すことが難しい裏ボスとして有名です。どのアモンも本編の戦いでは見ることなどなかった戦い方や異常なまでの攻撃力を誇り、主人公だけでなくプレイヤーのメンタルも粉々に打ち砕いてきました。今回アモン一族に苦しめられてきた方々のコメントも多く寄せられ、どれだけアモン一族がこの龍が如くシリーズで最強だったのかがわかります。さらに龍が如く5でプレイアブルキャラクターとなった沢村遥の前にもアモン一族の一人であるアモン・ノアが登場。アモン・ノアはアモン一族でも数少ない女性で、一作目から登場したアモン・ジョーに一流の暗殺者として育てられ、彼女も打倒気流に燃えていた一人です。ですがアモン一族の女は男と拳を交えてはいけないという掟から桐生と戦うことができず、その桐生が娘のように育ててきた遥にダンスで勝負を挑んでくるのです。このように最初は桐生一馬と拳を交えていたアモン一族ですが、それ以外にも様々なアモンが登場し、桐生以外の主人公やプレイヤーを苦しませていったのです。俺の料理。俺の料理は1999年ソニーコンピューターエンターテインメントより発売された料理アクションゲーム。このゲームは当時としてはまだ珍しいデュアルショック専用ゲームです。タイトルに料理とある通り、アナログスティックを使いながら切る、注ぐ、回すといった操作をして美味しい料理を作っていきます。来店してくる複数の客からの注文をこなし、店の評判を上げていくことがゲームの主な目的です。
俺の料理にはストーリーモードもあって、ステージとなる店によって作る料理も異なり、店の評判が最高まで到達するとボス戦に突入し、1対1の料理対決をしていきます。この料理対決は注文された料理を作り評価を上げて先に最高まで到達するか、一番評価の低い最低まで落ちると決着。途中同じ料理をまとめてさばくと、お皿洗いや両替、食い逃げ、酔っ払い処理といった雑用を相手に押し付ける、いわゆるお邪魔攻撃を仕掛けることができます。この料理対決の攻防戦がかなり熱く、俺の料理の魅力の一つです。ストーリーモードは主に世界征服を企んだり、過去の料理大会で主人公に負けたことを恨むカエルが悪役として、自身が率いるカエル軍団の刺客を送り込んできます。イージーモードでは世界征服を企むカエルを倒せば物語は終了しますが、ノーマルモードではラスボスと思われていたカエルを倒した後もストーリーモードが続行、魔女の家というステージに突入します。この魔女の家がこのゲームのラストステージとなっており、裏ボスとして現れたのが魔女ではなくおばちゃん。このおばちゃんはこれまで全ての店でレジを担当していたパートさん。魔女の家以外は全ステージのレジに存在していたため、プレイヤーにとってはとても馴染みのあるキャラクターです。最初は本作のラストボスはカエルだと思われていましたが、ずっとレジを担当していたこのおばちゃんが真のラスボスとして登場し、プレイヤーを驚かせたのです。さらにこのおばちゃんはラスボスということもあってめちゃくちゃ強く、手さばきはゆっくりですが、その分丁寧に料理をこなし、いつの間にか追い詰められゲームオーバーとなってしまい、プレイヤーを苦しめました。おばちゃんと今戦っているとは思えないものすごくかっこいい BGM の影響もあって、ラストとなるおばちゃん戦はとても手に汗握る攻防戦が繰り広げられるのです。最終戦に勝利した後、おばちゃんは次のパートがあるからとスクーターでその場を後にするのでした。今回の紹介はここまで。ぜひ高評価、チャンネル登録、概要欄から Twitter フォローいただけますと動画制作の励みになります。よろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。